こんにちは、ガスパです。もう、このね、絵の感じ、わかる人にはね、わかると思いますよ。ガスパは以前ですね、嘘つき姫と盲目王子というものをですね、プレイしたんですけど、もう大感動作ですよね。めちゃくちゃ感動して、もう普通に泣いたかんね。で、そのスタッフ陣たちが送るね、最新作ですよね。悪い王様と立派な勇者です。もう、この絵のタッチと、あとこの字のフォントですよね。これ見た瞬間、ガスパ即予約ですよ。これはいつか君に倒される物語。絵本のようなね、可愛らしい世界観に対するこのキャッチコピーがね、もうたまりませんよね。早速プレイしていきます。よろしくお願いします。これは、ここではないどこか。今ではない、いつかの物語。あったわ、もうこのナレーションなんですよね。おそらく前回と同じ女性の方がね、読んでくれています、この絵本。森や山には、魔物たちが住んでいる。そんな少し不思議な世界でのお話です。人間たちの国から少し離れた山の上に王様ドラゴンが治める小さな魔物の国がありました。魔物ばかりが住んでいるはずのその国にはなぜか一人だけ人間の女の子が暮らしていました。女の子の名前はユウ。ユウはある理由から立派な勇者になることに憧れていて、男の子かと思ってたわ。これね、プロモーションビデオとか見てて、王様ドラゴンはユウの育ての親です。赤ん坊の頃に両親と死に別れたユウを引き取って育ててきました。王様ドラゴンの願いはユウを立派に育て上げること。だからユウが憧れる立派な勇者になれるように一緒にユウの修行のお手伝いをしています。ユウ、今日は山のふもとまで一人で冒険をしてみようか。一人で？いいの？ユウは目を輝かせます。ちょっとラスボスじゃん。ラスボスがこのドラゴンか。うん、ただし麓までだよ。そして教えたことをきちんと守るんだ。わかった、行ってくるね。そう言うと王様ドラゴンがあっという暇もなく、ユウはもう麓へ向かって駆け出していってしまいました。やれやれ、元気なのはいいことだけど、もう少し落ち着きが欲しいところだな。そんなことを考えながら王様ドラゴンはユウの姿が小さくなっていくのを見届けます。さてと、ユウの姿が見えなくなったのを確認した王様ドラゴンは近くの林の中へがさりこそりと姿を隠します。一人で冒険させるのは心配だ。こっそり見守ってあげなければ。めっちゃ優しいやん。などと独り言を言いながらこそこそとユウの後を追いかけ始めたのでした。よし、この先をずっと進めば麓に着くんだよね。襲いかかってくる魔物もいるから気をつけていこうと。ユウの修行、麓へ向かうと。Lで移動。ありがとうございます、教えてもらいましたね。こっちか。左なんだ。珍しいね、この画面で左へ行くのって。ほう、うわ、この絵のタッチだわな。お、すげえ、なんだ。うーわ、もう絶対面白いじゃんこれ。初めての戦いですね。これから戦いの基本を説明します。はい、ライフポイントね、体力です。そして、魔物を攻撃してみましょうと。おー、はい、これで行動を選ぶと。絶対楽しいじゃん、これ。単性の RPG とか。はい、攻撃。タヌキか、これ。行動開始。いやー、あ、いいね、ほら。見て、奥でドラゴンが見守ってくれてるわ。よくできました。そのまま魔物を攻撃し続けてください。ありがとうございます。はい、タヌキ。行動開始。いやー、ガードしたいな。ドラゴンの目がめちゃくちゃ心配してくれてるんだけど。気にしない。よーし、いいね。はい、ほら、快進撃。
4シェルと2の経験値を手に入れた。お、やりました。ユウの勝ちです。やっつけた魔物をどこかへ退散していったようです。戦いに勝つと経験値とシェル、お金がもらえますと。はい。経験値が貯まるとレベルが上がってより強くなれます。シェルはお店でお買い物に使えます。はい、ありがとうございます。初めての戦いお疲れ様でした。戦いの中でユウが傷ついてしまったようですね。道具を使って傷を治しましょうと。はい。おう。これがメインメニュー。はい、ありがとうございます。で、道具を入れて体力のみ。じゃあこの体力のみ使いましょうか、はい、ユウ。道具を使うキャラクターを選びます。マジで他にもキャラクターいるの？うわ、まだ使いたくなかったな。20も回復するんだったら、うわ、もう絶対楽しいわこれ。よかった。じゃあもうこのまま行きましょうかね。いや、ガンガン戦っていきたいんですけど私。ほら来た。でもひたすら攻撃ですよね。ほらバーンつって、ほらもうドラゴンが見てるから。ちょっとレベル上げたいなね。もしかしてあれじゃない？お、宝箱。はい、1の経験値。しかもレベルアップしたし、レベルが上がると、ユウの能力値が上昇します。上昇する能力値は次の通り。体力、そして気力、特技を使うと消費します。あ、特技ね。OK です。で、攻撃、守り、速さと。OK です。はい。そして時には新しい特技を覚えることがあります。さらに、レベルが上がった瞬間に体力と気力が全部回復します。うわ、すげえ。最大 HP めっちゃ増えたわ。OK。すげえ増えるじゃん。そして宝箱、体力の実を手に入れた。じゃあとりあえずクイックセーブしてもらって、はい、セーブ中。うわ、懐かしいわね。嘘つき姫でも出てたもんあれ。じゃあちょっとがっつりセーブしてみようか。お、しおりですねすげえ、32もあんだ。まあとりあえず1番。はい、 OK。 第1章というね、もう第何章まであるのかね、すごい気になるところでありますけれども、これなんかいろんな街行ったら、なんだろう、装備品とかね、買えるんでしょうかね。すごい楽しみなんだけど、もうワクワクしてるもん、俺。でもこのグラフィックいいよね、もうこの絵の感じが。あ、ほら、ドラゴン見てるよ、あそこで。ほら、ちょっと。助けてくれてもいいんだぜ、ほら。よっしゃ、攻撃力上がったんで、このタヌキに一発食らわしとろうか、ほら。8ってよ、お前。もう次が最後よ。ほら、くさばらや。いいですね。もうバンバンとね、敵は倒していきたいんですけれども。お、宝箱だ。はい、調べる。力の指輪を見つけたよ。力の指輪。お、早速、じゃあちょっとメインメニューで、装備ですね。はい。U で、木の棒、へこんだ鍋とか言っても何でもいいやんか。はい、力の指輪。はい、U が少し強くなりましたと。あ、ありがたいですね。だ、もう最高だね。もうこういう RPG 俺待ってたわ。マジで。ねえ、もうなんかね、もう戦闘中さ、もう自由に移動できるアクションみたいなんじゃなくて、もうこういう単性の RPG をね、すごい前々からやりたかったんですよね。新しい敵だな、これ。ならば食らえ。あ、強いな。お、なかなか硬いな、こいつ。苔玉ガエルって言ってたな。な、これが3体ぐらい出てきたら俺は終わりなんじゃないか。あ、日向ぼっこ。何光合成をしているんだ、貴様。ほら。うっそーん。いや、これはまずいんちゃうの俺。いや、でも倒せるよ。もう、時たまクリティカルヒットが入れば、普通に倒したわ。いやー、あいつはもうちょい経験値高くてもいいでしょうね。俺はそう思うんですけど。いや、ちょっとね、他の仲間も見てみたいよね。あー、もう宝箱取れたのに。ほら、くたばれたぬき。攻撃力上がってるんじゃない？早い。そして、体力のみを手に入れた。まだ回復しなくて大丈夫かな。はい。体力のみを、さらに3つ見つけたよって、お前。これ何？俺すげえ気になってたんだけど、さっきから。ん？なんか罠みたいな感じ？ここ入れない？入れないな。こっち側とか入れないの？あ、入れないし。じゃあまあいいや、先進んでみましょうかね。わ、分かれ道です。迷子になってしまうかも。その時にはマップを見ましょう。はい。マップ。単純すぎない？これはエリアマップです。今いるエリアの地形確認できます。あ、ここに私今いるんですね。で、目的地があそこだと。オッケー。じゃあまあ上行きましょう。まあいろいろと探索したいんで、こいつは？うわ、ほら。おお、快進撃。そろそろレベル上がってもいいんじゃないの？まあこの上に来たんですけど、ほら、やっぱなんかあれば宝箱みたいなの。やっぱ取り逃しはあるとね、私嫌なんで、はい。我慢の種を見つけた。我慢の種か。で、あれは？何かが浮かんでいるけど高くて届かないや。もしかしてあれをね、落とせる仲間が、この先加わるかもしれません、ね。エンカウント率えぐない？いや、もうがっつりね、あのドラゴンを倒すために、はい。
お、レベルアップ。ほら。回復しなくていいもん、全然。レベルアップすりゃ全回復するんだからさ、もう、レベルアップまで我慢するよ。いや、もうちょっとね、ダッシュとかあればね、すげえ助かるんですけど。おっと、来た。ほら。いや、もうええって、お前ら。ほら、もう一撃で倒せるもん。見て、ほら。一撃で倒せるもん。もういいってよ、お前ら、ほら。サクサクいけるね。お、いいね。戦いの中で成長しているのか？ブロリーのように。で、この先にはなんかクエスチョンマークがあったけど。ほら、まだ先だな。あ、やばい。あ、これはちょっと苦戦するかもな。はい。お、ほら。ちょっと強いのよ。いやー、ちょっと強いな。え、なにこれ、俺そんなまずかった？攻撃してみよう、こいつ。はい。お、あ、疲れてるってこと？うわー、出た、日向ぼっこしやがる、あいつ。疲れてんじゃん。あ、でもこいつ倒せそうだから、もう先こいつ倒しておこう。オッケー。回復すんなよ、こいつ、こいつ。はい、よし、ガードしたいな。よーし。はい、4シェルと2経験値ですよね。調べる。ここは？わ、岩が道を塞いでいる。これじゃ先に進めないよ。どうしよう。思いっきり叩いたら壊せないかな。思いっきり叩く？おお。何それ。やっ、岩を壊せちゃった。これも修行の成果だよね。え、なに今の特技でないの？特技を見る。え、ある？あ、火炎切りとかあるじゃん。様子を見る、そして見逃す。剣に炎の力を宿して切りつける。え、ちょっと後で使ってみよう。それあるったんだったらさ、もうガンガン使っていきたかったな。あ、ダメだ。あ、まだ使えねえわ、特技。あ、じゃあまあ普通に攻撃しましょうか。はい。もう、あ、もう雑魚なのよ、このタヌキとか。15は、ほら。はい、移動。で？え、結構長くない？お、なんかあるね。お、ちょっとちょっと、ドラゴン。お父さん。王様ドラゴンを見つけたユウは、嬉しそうに駆け寄ります。いやー、もうお父さんってそんな呼び方されたら。ここまで一人で来られたんだよ。後で倒すんでしょ、だって。ああ、よくやったな、ユウ。すごいぞ。ユウは得意になって、へへへっと満面の笑みを作ります。さあ、住処に帰ろうか。ユウ、背中に乗りなさい。はーい。いや、めっちゃ仲いいじゃん、お前ら。ユウは王様ドラゴンの背中に飛び乗ります。ほら、優しく乗りなさい。えへへ、ごめんなさい。ユウはニコニコと悪びれない様子です。王様ドラゴンは大きな翼を羽ばたかせ、力強く空へ飛び立ちます。わーい、私お父さんと空を飛ぶの好きなんだ。お父さんもユウを背中に乗せて飛ぶのが大好きだよ。いや、もうフラグ。そしてあっという間に山の住処にたどり着いたのでした。山の住処。あ、一日の終わり。眠くなったら寝床へ行こう。ほうほうほう。お前は誰だ？ウサさん。ユウさん、お帰りなさい。今日はいい修行になりましたか？あ、めちゃくちゃいいやつじゃん、ほら。で、この先行けば、なんだお前。え？なんか召喚獣みたいな。お帰りなさい。世界は発見に満ちています。明日も楽しい冒険をしましょうね、という。で？お前は誰だ？おう、修行はどうだった？昨日の夜よりも強くなったか？いや、もうレベル2つも上がってんだからね。めちゃくちゃ強くなってますよ、私。で？ちっちゃ、キキ。おや、お帰り。王様の手をあまり煩わせないようにと。あ、はい、わかりました。で、王様がこのドラゴンなんでしょ？いないじゃん。俺の寝床か、これ。え、この後ろとか。マップは？ああ、はいはいはい。
きっとこれがあのお父さんドラゴンの寝床なんでしょうね。でこの先行けばおそらくこの U の寝床があるんでしょ。やっぱちょっと人間っぽい寝床なのかな。見せてよ U の寝床。あちゃんと藁みたいのが敷いてあるわ寝床。はい、そろそろ寝ようかな。じゃあ寝ないこれ何、あ、なんもないわ。なにこれ、間接照明。あ、間接照明だったの。めっちゃオシャレじゃん。すげえ欲しいわ、俺の部屋に。もうあんな汚い照明じゃなくてさ、はい、寝るわ。おやすみなさーいと。はい。一日の終わり。ダメだよ。ユウと王様ドラゴンは、住処の奥の寝床で、一緒に寝ます。いや、ダメだって、そんな風に寝ちゃう。ユウは王様ドラゴンの大きな体にもたれかかって、うん、おやすみの準備は万端です。王様ドラゴンは尻尾と腕でユウを優しく包み込みます。あそこで寝てるんだ。ねえお父さん、なんだい、寝る前にパパのお話聞かせて。ユウは毎晩寝る前のお話を王様ドラゴンにおねだりします。いやもう親子じゃん普通に。わかったわかった。どこからにしようかと王様ドラゴンが考え始めると、最初からとユウがリクエスト。よし、そうしようか。少しの間を置いて王様ドラゴンは静かに語り始めました。ユウのパパはね、とても立派な勇者だったんだよ。ユウのパパ。その昔、世界は恐ろしい力を持つ魔王によって支配されようとしていた。魔王はたくさんの魔物を従え、人間たちの国に攻め込んできた。人間たちも抵抗したが、魔物には勝てなかった。人間たちはみんなもうダメだと思った。希望はない、滅びるしかないと。そんな時、ある町で一人の青年が立ち上がった。さて今日はここまでにしよう。そろそろ寝なさいユウ。その青年がユウのお父さんかな。王様ドラゴンが視線を落とすと、ユウはもう今にも眠りそうなくらいうとうととまどろんでいました。お父さん、私ね、私お父さんも好きだけどパパのことも大好き。それでね、私パパみたいな立派な勇者になるんだ。みゃんみゃん眠ったか。おやすみユウ。勇者よ、お前の娘は元気に育っているぞ。何それ、もういや俺絶対泣くわこれ最後。